はい、それですね、こちらロブテックスさんのブースとなっております。今回ですね、参考出品の商品がございますので、はい、ちょっとそちらをご説明いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まず私もロブテックスがですね、創立100周年ということもあるんですが、新しくラインナップとして J クラフト29シリーズということで、今回参考出品させていただいております。昨今ですね、非常に現場の職人の皆様、ファッショナブルになってですね、やはりおしゃれですもんね、今の職人さんは現場を楽しもうということで、腰袋ですとか、はいはい、想定品ですね、まあ、こういったものをきちっとこうデザインされて、自分なりにカスタマイズをした上で、そこに合う工具ということで、はい、既成の商品にはなりますが、はい、こちらの表面処理ですね、これを含めてですね、まあ、そういったデザインの期待に応えようということで、はい、今回こういった商品をラインナップしております。この99Jクラフト、日本の工具ということですね。それでこの99というのは100までは言ってませんが、今99ですけど、100を限りなく目指すということで、進化する工具を目指しております。可能性を、やっぱ余地を残すというか。そうですね、はい、今後もですね、デザイン的にもこれに終わることなく、はいはい、場合によってはこの黒以外の、カラーとかですね、はい、まあ、その時代時代に合った要望に合った形でいろいろと試みたいと考えておりますので、なるほどですね、はい、じゃあ今回参考出品ということなので、本当に製品化された時はぜひ皆さんにも手に取っていただきたい商品ですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあこちら J クラフト29、こちらのご紹介でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。